湯浅から移動してやってきたのは仙台市ここ青葉区、はい、の中の文化横丁って呼ばれている本当にノスタルジックな、そうですね、はい、雰囲気で、うん、なんか新旧がここで混在しているような、はい、不思議な空間ですね。そんなわけでここからダイナマイト放送部秋 J1 日記2022仙台グルメ編、もう11本目だもんね。そうですね、はい、慎吾ちゃんの、はい、もう行きつける店があるわけですよ。味工房さんです。味工房、はい、いや結構来てたんですか？よく、はい、来てましたね。とりあえず中入って、うん、からいろいろ、はい、はい、話したり、はい、聞いたり、はい、食べたり、はい、行きましょう。行きましょうか、はい、はい、じゃあ慎吾ちゃんからちょっと大将紹介してください。はい、はい、こちらです。こちらです。じゃーん、きびだんご氷。きびだんご、これでももらったら初めてです。きびだんご4種詰め合わせだもんね。もう慎吾ちゃんは本当に現役時代から、はい、ここ、そうですね、はい、あもうすごく、はい、お世話になりましたし、うん、沖縄料理も、はい、もちろん食べれる、うん、独特じゃないですか、はい、この文化横丁。そうですね、これね、戦後間もなくから始まってて、はい、70数年ある町なんですよ、ここ。一本ちょっと路地に入りますにある横丁っていうのは結構あるそうですね。文化横丁、いろは横丁、はいはい、東一市場、仙台浅草、仙台銀座っていう、はい、5本の横丁通りがあって、細い店が。あ、いいですね。細い店っていうのがいいですね。細いお店の中でキャラクターのある大将がいたりとか、でももちろん料理も美味しいよ。牛タンと、はい、ホヤ、ホヤ、カキ、カキ、ゴーヤチャンプル。で今はその仙台のサッカーの盛り上がり具合ってどうなの？まあ今首位ですからね。確かに。やっぱり嫌な上でも盛り上がりますよ。歴史があるじゃないですか、もう仙台さん自体で J2 に落っこちましたってなるとどうだったんですかね。でも俺が見てた頃は J2 なんで、ああ そもそも初めは、うん、でその頃のメンバーっていうのは、まあ、うちのお客さんとして、ね、来てもらってるメンバーも、うんうん、J2 の選手です。 J1 に上がったっていうことでそこでパレードをやったんです、アーケードの中で。それを見てるから、また J1 に上がったら、またパレードしようぜぐらいの勢いです。今日ちょっと大将、あのマスクして顔がよく見えないんですけど、はい、よくボクサーって言われるそうです。うわっ、いかつい。せっかくなんでちょっとあの本当にカメラに向かって、はい、岡山の皆さんに、はい、ええ、ファジアの岡山ファンの皆様、ご苦労様です。せっかく仙台まで来てもらって勝ち点3取れずに、俺からすると、まあ、慎吾が現役選手をやってるファジアーノ岡山を見たかったなっていうのが率直な意見であって、はい、それで仙台に来てほしかったなっていう、っていうのが一番ですね、うん、まあ、岡山の時もそうですけど、琉球の時もそうですけど、はい、まあ、その時仙台が J1 だったから、ええ、J2 でやると山形、はい、で毎回あの山形戦のね、応援に来てくれました。そう、すごい、はい、ありがたかったです。でも必ず行かなきゃいけないっていう思いがあって、うん、行ってました。やっぱこうやって応援してくれる方がいたから、やっぱ頑張るのもありましたし、うん、はい、ありがたいですね。仙台も岡山も J1 に上がれば上がったんで、またみんなここに来れるし、はい、そうですね、はい、仙台に来るときには青葉区の文化横丁、味工房、はい、皆さん、ぜひよろしく。いや、きびだんご、きびだんご、はい、よろしくお願いしたいと思います。ところで、今日夜8時といえば FM79.0 レディオモーファジアの岡山 J1 への会談シーズン5の放送があるんですが、はい、実はまだまだ私が新加入選手ですから続いてるんです。なんならハットトリック行くんじゃないか。素晴らしかったですね。お疲れ様です。オブリガードペラーディエンシア、ありがとうございます。よろしくお願いします。
そちらも高額ということで、本当に今日はありがとうございました大将。はい、純ちゃん。キビヤンゴ。ダイナマイト放送部のファジー J1 日記2022。このチャンネルはご覧のスペシャルスポンサード、サポート、アテンドでお送りしました。